エリーザベト・ホイナツカは、ポーランド出身のフランスのチェンバロ奏者。現代音楽を専門とする演奏家として知られている。本名はエルジア・ビエタ。1962年に、ワルシャワ・ショパン音楽アカデミーにおいて、学位を取得。その後パリに転居して、エメバン・ド・ビールに指示。多くのチェンバロ作品や、チェンバロと合唱のための作品を初演してきた。リゲティ・アクセナキス。 シグムント・クラウゼ、マイケル・ナイマンら80人以上の作曲から作品の検定を受けており、モーリス・オアナや、フランコ・ドナトーにヘンリック・グレツキ、クシュ・シュトフ・フメール、イチアナギ・ギサトシ、クリストバル・アルフテル、アストル・ピア・ソラ、フランソワ・ベルガール・マッシュ、スティーブン・モンタギュー、イブ・プラン、リュック・フェラーリアンド・レブ・クレシュリエフ、アルド・クレメンティ、ベチ・ジョラス、ジョーゼフ・ホロビッツ、ロベルト・シエラ、ジャン・ビエネ、 マリウス・コンスタンラの作品を上演、録音している。モダン・チェンバローを用いた現代音楽の演奏者として、特に知られているが、演奏会やいくつかの録音では、古学の演奏も披露している。また、ジョプリンやファリア、プーランクもレパートリーに持っている。演奏では、大抵自分のチェンバローを、やや原始変調して用いる。モーツァルテウム音楽大学において、教鞭を取ったことがある。 マウガジョタコザンスカ、NIE、ザイエーエルジアビエタホイナッツカ、ザナコミタポルスカクローニストカ、ポルスキュラジオオリジナルの2017年5月30日時点におけるアーカイブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.peep.as322c72d52017 年5月30日閲覧。ありがとうございます。